もあらすじ。確認法により第2の対応が誕生しました。というわけで、もっと環境破壊を推し進めるわよ。今日も過激思想が決まってんね、霊夢ちゃん。というわけで今回はこの超巨大爆弾で遊びたいと思います。なぜか、これやばいだろ。起爆用のダイナマイトも、いつもなら一つだけでいいんだけど、今回は大量につけるわ。こんだけでかいと、中に何が詰まってるのかしら？お砂糖、スパイス、素敵なものいっぱい。そしてダイナマイトだけでなく、確実に起爆させるために、さらに、もう一つ核を追加します。そしてその核を確実に起動させるために、さらにもう一つだおら。やべえよやべえよ、地球壊れちゃう。こんなもん壊しちまえばいいんだよ。ちゅうわけで、爆破。うわー、これは、過去最大級の爆破だ。あんなでけえ雲見たことねえぞ。街一帯が、炎に包まれているわ。爆破による光が後ろの山を照らしている。そしてまた太陽が。やばいわね。終わったかしら。それじゃ早速現場検証しに行くわよ。うわぁ、放射能が。地面が真っ黒だな。松崎しげるより黒いぞ。もしここにいたら死体すら残らないわね。しかし安定の建物は無事という。つまり核爆発には建物に隠れるのが一番ってことね。良い子のみんなはこのクソまんじゅうの言うことを真に受けないようにね。うるせえバーカ。ちゅうわけで、次はミサイル行くぞ。お前次から次へと爆破していくな。連続爆弾魔かよ。そうよ、じゃあ行くわ。おー、また第二の太陽が。そして爆破の勢いというか初速は最大だ。すぐ現れて消える。儚いわね。こんなもんに儚さもクソもないと思うんだけど。夢を夢で終わらせちゃいけないわチャールズ。何言ってんだこいつ。そしてやっぱり跡地は変わらないわね。あの3つの核の爆破でもう粉々になりきってるわ。そして次はこれよ。もうわからないけど、とりあえず爆破しておかないと気が済まないわ。爆弾中毒じゃん。お前が世界初めての爆弾中毒患者だよ。それでは禁断症状を抑えたいので爆破しまーす。あれ？不発？あれ？もしかしてこれ？なんか透明なオブジェクトだねそれ。これ、爆破が小さすぎたのか、バグってるのか、一体どっちなんだ。バグじゃね、連続で使いすぎるとバグるアドオンもあるぞ。まあやりすぎたってことね。反省したいんで冷蔵庫の中に入ります。バカッターの迷惑アルバイトかよ。実はあれ、私が裏で指揮してんだよね。あんたたちバズりたい？バズマスターの私が教えてあげるわ。店に損害与える行為をすれば日本中から注目集めるわってね。お前バズマスターとか言うけど、再生数全然ねえじゃん。こう見えても動画の平均再生数は10万超えてるのよ。どのチャンネルだやねん。このチャンネル。お前、爆発の振動で脳震盪を起こしてるだろ。何言ってんのマリサ？そんなことないわよ。完全にやられてますわ。ちゅうわけで、今回は検証シリーズ第2弾。核爆弾から身を守るにはどうすればいいかシリーズ。今までの流れで核爆弾の脅威は知ってもらったけど、じゃあ結局死ぬじゃん意味ないじゃんアゼルバイジャンじゃん。っていう視聴者のためにゆっくり界のベアグリルズこと、ゆっくり霊夢グリルズがサバイバルのハウスをレクチャーするわ。サバイバル高い割に爆発で死んでる確率が高いけどな。大丈夫、後で編集でガッチャンコしてなんとかするから。ワードセンスが昭和すぎる。とりあえず最初は、冷蔵庫にいたら核爆発防げる説。インディ・ジョーンズの映画のワンシーンであったわねこれは。街で核爆発起きるけど冷蔵庫ごと吹っ飛ばされて無事だったやつか。そうそれ。果たしてあれがフィクションなのかどうか、このゆっくり霊夢が体を張って検証するわ。ちゅうわけで行くぞーら。ポチッとな。
でしょうね。無理でした。っていうか、結果は火を見るより明らかだったんだよな。セミ程度の知能でも結果は分かってたわ。わかるわけねえだろカス。おいボケ、殺すぞ。急に怖。嘘ぴょんごめんぴょんぴょんぴょんチェッピ。いやごまかしきれてねえから。まあ世界一クソしょうもない茶番は置いといて、あれはさすがに距離が近すぎた。あんたの言う通り、あれじゃ 100% 死は免れなかったわ。だから次は水中で核を爆破させたら、水が爆破の勢いを緩和させて助かるかどうか検証するわ。お、これはなかなか興味深い。確かに結果が予想できねえな。水を全部弾き飛ばすのか、それとも水の方が強いのか。これはもうピタゴラスイッチやデンジロウ先生と同じレベル、視聴者の知的好奇心を刺激する番組でしょ。まあ例えが微妙にずれてるような気がしないでもないけど。でお前また冷蔵庫使うのかよ。え、なんか問題でもあるの？あんま意味ないと思うぜ。まあ、そうよね。それじゃ望遠鏡片手にポップコーンでも食いながら眺めますか。はい、爆破。あれ？また不発？バグ？この実験も後半に来てトラブルが多発してるな。大変よね。何が大変って、仕様なのかバグなのかミスなのかわからないところ、とりあえず核を探すわよ。あ、あった。やっぱ不発じゃん。水中だと、ダイナマイトの爆破が吸収されちゃうのかな。それっぽいね。じゃあ起爆用の核使うか。もうなんか当たり前の行為になってきてるな、それ。近い将来、かっこいい国では当たり前の行為になってくるわ。ねえよ。とりあえず爆破の衝撃を緩和させないために空中で爆破させる。それだよ。それじゃ目指すはいつもの塔。一番見晴らしがいいからね、あそこが。そしてこの街の頂点に立つ人間にふさわしい場所よ。まあ知らんけど。はい、爆破。大浮き爆成功。あれ？めっちゃ勢い弱くね。割と水で軽減されたな。よし見に行くわよ。これもしかして何もなってないんじゃ、水中周辺がね。まあどれぐらい水の効果があったかだな。確認するわよ。って、また不発かーい。あの爆発は来ます。まさか水中から上がる時の衝撃で爆発するとはな。あ、あたり一面の海が2万5000年の視界になっちまったよ。てか今の普通にびっくりしたわ。そういうこともあるんだな。まあ多分、起爆用の爆発の時点でだいぶ刺激されてて、最後の一押しで爆発したって感じだね。そういうもんなんかね。まあ次は気をつければいいわ。じゃもう一回ちゃんとやるか。あ、あぶねえ。死ぬかと思ったわ。なんか地面にくっついちゃうな。あともう少しでまた惨劇を繰り返すところだった。よし、これは地面にくっついてない。もう水中は難しそうだから空中で爆破するわよ。まさかの技術的問題による企画だおね。こればっかりはしょうがないわね。そうね。それじゃ今回はもっと近くから見るかね。さっきは塔の上に行ったけど、あそこめちゃくちゃ距離あるじゃん。それに地面からも離れてるし、だから助かっても、距離で助かったんじゃね？ってなるわ。そういうわけで今回はもっと近くていい場所を探すぞ。なるべく水面近くでね。はい、爆破。そしてすかさず水中へ逃げる。あっつ。おー、すげー。やばい、死ぬ。普通に死ぬ。水中へ隠れてもこの威力、やばすぎる。空が赤い。てか、放射能でダメージ食らってんぞ。ちょっとガスマスクつけるか。いや、ここはワンランク上げてハズマットスーツで。いやー、しかしやばいね、これ。これはどのぐらい近くまで耐えれるか見物だね。ちゅうわけで終わります。さよなら。なんかいつも終わり方が詰めてんだよな。じゃあ勝手に一人でやってれば、別にどうでもいいんすけど。わしたとしても詰めてこいつ。